み相談、一つ少しだけ待っててくださいね。お時間がありますので、今、宮司さん、作曲も、今年も音楽評論家も、できます。湯川玲子さんがいらっしゃいました。お願いします。湯川先生、気をつけて。お姉ちゃん、大丈夫、よろしく。皆さん、こんばんは。湯川玲子と申します。音楽の仕事をもう50年以上やっています。だから今の若い人も、もうこの次の日本は全部隠していかなければならないんですけれども、戦争を知っている世代として、どうしてもどうしても今回のこの原発の問題だけは発言しなければいられないので、一生懸命やっています。どうしてかというと、皆さんよくご存知のように、とにかくこのままでいったら日本の未来はありません。世界の未来も私はないと思っています。でも世界はともかく置いといて、この小さな小さな小さな小指の先ほどの日本に、いつの間にか50年かけて54基も原発ができてしまったということの異常さを、なんとか今の間に止めないと、本当に私たちは、動物としても責任を持てないというところに来ていると思います。ちょっと思い出してください。今の段階で福島はもう収束したのでしょうか。先週の新聞に出ていました。今もし30キロ圏内に事故が起きた時に、日本人で逃げられる場所を持っている人たちはわずか 70% 弱です。しかもすぐに要素を配ってくれるところはどのぐらいあるかといったら、まだ20数%です。1年8ヶ月も経ったのに、そんな準備も政治はできていないということです。そして私は原点に戻って考えてほしい。どんな理屈もいりません。どんな理屈もいりません。原発というのは原子力爆弾と同じ、そもそも生まれた時から爆発するという性質を持っているんです。ですからそれを未来永劫に、しかも毒性が強い、その原子力発電ということから、エネルギーをどんなことがあっても取ってはいけない、そのことを私たちが皆一人一人腹をくくって、どんな事態になろうとそのところを止めていけなかったらどうしようもない。だけどちょっと皆さん思い出してください。自民党の総裁選挙が5人とも皆原発推進です。そして日本の経済の中心を担っている経団連も推進です。そして野田さんの顔を見ると分かりますが、本気で今原発を推進していかなかったら、日本というタイタニック号は沈むと、沈没すると彼らは思っています。恐ろしいことに、都政をずっと担ってきた都知事は、なんとこの段階においてあれだけのお金を都民銀行に注ぎながら、突然都知事を降りて国政に進出していくと言っています。こういった人たちがもう一回今度国政の中心に座ったら、私たちの未来はどうなるんでしょうか。今何が何でも必死になってここを止めなければいけません。もし都知事があの時に、都が税金で尖閣諸島を買うなどということを言っていなければ、そしてわざわざニューヨークまで行ってそんなことを言っていなければ、今私たちはこんなに経済的にも政治的にも不安な状況にはありませんでした。それも含めて皆さん、本当に私たちの意思を国会に送り込むことを、みんなで勝利を忘れて手をつないで、今日ここに来た人たちは同じ人に投票してください。その情報を一生懸命流すことに努力をいたします。同じ人に投票してください。そして私たちが、民間が、人間が将来をちゃんと手に握ることができますように、あとは、若い人たちにみんな譲って、私はここを降ります。皆さん一緒に頑張りましょう。